そしてちょっと過ぎちゃったんですが、メリークリスマスって言ってもちょっと過ぎましたかね。ちょっと遅い、遅いかな。まあいいでしょう。皆さんはクリスマスどう過ごしていましたか？日本でもね、明治大正時代から、まあ、クリスマスといえばみんなキャッ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 と楽しく過ごしていたそうなんですけど、みんなが知ってるサンタさんは実は昔はちょっと風貌が全然違うくて、今はサンタっていえば、まあ、横にトナカイがいてるじゃないですか。でも昔はトナカイじゃなくてロバやったんですよ。ほんでね、あのカタカナで今サンタクロースじゃないですか。でも当時は漢字3文字でサンタクローやったんですよ。驚きませんか、漢字ですよ。でそのねイラストが あるんですけど、私自らイラストを描いてきたのでぜひ皆さん見てもらいたいなと思います。めっちゃ頑張ったから。ではその当時のサンタクローを見てもらいたいと思います。いきます。ドゥ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 、じゃじゃーん。こんな感じです。これあのロバ、これあのサンタクロース、あー間違えた、サンタクロ、結構なかっこいい じいちゃんこんな感じ。あのこれあのネットでサンタクローで調べたら出てくるので、よかったら画像で検索してみてください。もしあめっちゃ似てるやん、あきちゃん めっちゃうまいやんと思ったらコメントしてもらえたら嬉しいです。じゃんじゃんお願いします。はい、ということでそのクリスマスなんですが、クリスマスイブ24日に私は何をしていたかというと、シオン学園にお邪魔して歌いに行ってきました。でその日はね、まあ、小学生そして中学生高校生の30人40人ほどの、子たちの前で歌わさせてもらったんですが、その時の映像が少しありますので見てもらいたいと思います。ありがとうございます。あのこの時ね、まあ、子供たちがもうすごい間近で聞いてくれてて、で結構ねバン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 あの声上げて突っ込んでくれたりとか、ね、結構ね子供たちもそうやねんけど、まあ、小学生中学生高校生のみんなは物知りで、豆知識とか私も言ったんですけど、うなぎってなんで黒いか知ってるとか言ってみんな知ってて、日焼けやろみたいな、みんな結構いろんなこと知ってて、みんな物知りやなと思いながら楽しく過ごしてました。でまあその後、まあ、ライブが終わってで、あのクリスマスパーティーにも一緒に参加させてもらったんですけど、みんながもう本当に優しいし、もう面白いし、もう何よりもう元気いっぱいやねん。もううわーって寄ってきてくれたりとか、いろんなこと話しかけてくれたりとか、もうすごいね、あの可愛いというか、もうなんていうやろ、もう愛おしい愛おしくて、まあクリスマスパーティーなんでね、まあ喋りながらで、あと、まあ、ご飯食べながらやったんですけど、自分の好きな、 なんか趣味とか絵が好きやねんとか、あの歌が好きやねんとか言って教えてもらいながら喋ってて、でなんかこれ食べあれ食べって言ってね、めっちゃなんかおもてなしというかね、なんか自分の食べ物よりも先に私らに、私らっていうか私にくれたりとかして、なんてやろ、なんか気を使ってるっていうわけじゃなくって、なんかそれが自然に溢れてくるその優しさというか、なんか、うん、それがすごいなんか嬉しくて、なんかあったかいなってもう肌身すごい感じて、もうすごく嬉しかったし、みんな優しかったです。でね、あのまあいろんな、まあなんかゲームとかもやってたんですけど、もう私よりも音楽のことよく知ってて、今の流行ってる曲はこんな曲だよってめっちゃ教えてもらったりとかで、まあ、イントロドンっていうあのゲームもやったんですけど、
曲がこう流れてくる最初のフレーズを聞いて、あ、この曲何の曲やって言って当てるゲームなんですけど、それをねもうみんなが知っててで、いろいろ教えてもらったりとかして、こんな今流行ってる曲があるんやとか言って、でもいろいろ私自身も勉強になりました。でそのねクリスマスパーティーがほんまになんかもうなんか楽しくて、みんなでこうわーわーキャーキャー笑顔で、過ごしていたんですけど、まあ、そのなんていうの、みんなのその笑顔の奥深く奥底っていうのはいろんな思いがあるんだろうなと思ってて、もしかしたらその奥底にあるいろんな思い、その思いが大きくなりすぎて笑顔が消えてしまうっていうことがあるかもしれないんですけど、でもそうであってもそのシオン学園の、まあ、先生方であったりとか、その周りにいる子たち、友達だったり兄弟だったり、そういう子たちがカバーし合ってるというか助け合ってるような、そんな温かい雰囲気っていうのが私自身肌で実感したし、そういう優しさがあふれる空間なんだなっていうのはその時すごく感じました。なのでね、私は本当に、まあ、1日行かせてもらっただけなんですけど、私も本当に私自身、まあ、そういう存在でありたいなっていうふうに思いましたし、なんて言うの、みんなのお姉ちゃんっていうそういう存在になれたらいいなってそう感じました。でね、私真っ赤なお花のトナカイさんはっていうその曲が大好きで、トナカイさんはいつもね自分の花を、まあ、欠点だっていう風に思って過ごしていたんだけど、まあ、サンタさんがそれは君の長所でもあって道しるべになるんだよっていう、なんていうの、励ますだけじゃなくってその役割まで与えてるっていう、本当になんか素敵な歌詞だなと思って、しかもそのトナカイさんそれ言われた時にすごく嬉しかったと思うんです。なので私自身も、まあ、いろんな人たちのサンタさんでありたいなってこのシオン学園に行って改めてそう感じました。シオン学園のみんな本当にありがとう。また行くね。